ターニングポイント飲食編、皆様いかがでしたでしょうか。面積の 81% は森林であり、木曽三川が清らかな水をたたえて流れていることから、岐阜県は豊かな天然資源に恵まれており、おいしい食材の宝庫です。一方、飲食業界は大手チェーン店が街を席巻し、数多くあった地元で馴染みのお店にとって経営環境は厳しいものとなっています。インターネットやスマートフォンが普及し、消費者に情報や商品を直接発信できるようになったことは、小さなお店にとって大きなチャンスです。伝統を守るためには革新を続けなければなりません。また人と人との接点から商品の魅力やこだわり、物語を伝え、差別化を図ることが必要です。あなたが目指す成功への分岐点は、きっともうすぐ目の前にあるはずです。